1956から1957シーズンの NBA は NBA の11回目のシーズンである。シーズンは1956年10月27日に始まり、1957年4月13日に全日程が終了した。華やかなノールックパスなどポイントガードというポジションにおいて革新的な技術をもたらし、4年連続アシストを獲得している。 ボブクージーに正確なシュートを武器に4年連続フリースロー成功率1位に輝いたビル・シャーマンとバックコートに豪華な陣容を揃えたボストンセルティックスはプレーオフ常連となっていはいたがどうしても優勝には手が届かなかった優勝のための最後のピースを探していたレッドアワーバック HC に大学のコーチであるビル・ラインハルトがある選手を紹介した その選手は208センチメートルという長身ながら、例外的な身体能力を持っており、440ヤードを49秒で駆け抜けることができた。コート上ではリバウンドで無類の強さを誇り、さらに彼のブロックショットは、チームメイトの得点シーンさえ演出した。アワーバックはこのビルラッセルこそが、究極のチームプレイヤーと確信した。 しかしドラフトでは前期の勝率会チームから指名できるため、セルティックスがラッセルを指名できる確率は低かった。そこでアワーバックは一計を案じ2位指名権を持つセントルイスホークスにラッセルを指名してもらい、後日セルティックスはエドマコーレー、クリフハーガン2名とトレードをしたのである。ラッセルのセルティックス入団は後に前人未踏の記録を達成する。 セルティックス王朝の幕開けだった。またラッセルは黒人選手初のスター選手となる。全体一位指名権を持っていたロチェスター・ロイヤルズはラッセルではなくシヒューゴ・グリーンを指名した。ラッセルはサンフランシスコ大学を NCA トーナメントに連覇に導いたにもかかわらずオフェンス変調の時代だったためその能力は過小評価されていた。ドラフトではさらにケイシー・ジョーンズ、 トム・ヘイン・ソーン、ウィリー・ナウルスといったセルティックスの屋台骨を支える選手が続々と NBA 入りを果たしている。1969から70シーズン以前はアベレージよりも通算でスタッツリーダーが決められていた。ボストン・セルティックスが最初の優勝を成し遂げる。ファイナルの相手はトレードでビル・ラッセルを獲得し、エドマ・コーレを放出したセントルイス・ホークスだった。 レギュラーシーズンの勝率はセルティックスがはるかに上だったが、シリーズは意外にも第7戦まで長引いた。第1戦からいきなりダブルオーバータイムまでもつれる接戦となった。試合終盤、ホークスのジャック・コールマンがショットクロックギリギリのロングショットを決め、これが決勝点となって125から123でホークスが勝利した。両者譲らず3勝3敗で迎えた第7戦では、 セルティックスが誇るバックコート陣が FG12.5% と沈黙する中、ビル・ラッセルとトム・ヘインソーンのルーキーコンビが大活躍した。ラッセルは19得点32リバウンド、ヘインソーンは37得点23リバウンドを記録した。試合は接戦となり、101から100のフォークスリードで試合時間残り1分を切った。1点を追うセルティックスはラッセルが ホークスのジャック・コールマンから値千金のブロックを決め、さらにそれがチームの得点につながるというラッセルのマコッチョが発揮された。102から101とセルティックスが逆転し、さらにクージーのフリースローで103の101とリードを2点に広げた。しかしホークスのエース、ボブ・ペティットが執念のフリースローをもぎ取り、2本を沈めて、 シリーズ二度目のオーバータイムに突入した。オーバータイムでも最後まで勝利の行方がわからない接戦となったが、最後はセルティックスのジム・ロスカトフのフリースローが決勝点となり、セルティックスの初優勝が決まった。このカードは翌シーズンのファイナルでも実現する。ホークスはセルティックス王朝初期の最大のライバルチームであった。ありがとうございます。